アブラゼミは、カメムシモクヨコバイアモクセミカに分類されるセミの一種。褐色の不透明な羽を持つ大型のセミである。アブラゼミという名前の由来は、羽がアブラガミを連想させるため名付けられたという説や、鳴き声がアブラを熱した時に跳ねる音に似ているため、アブラゼミと名付けられた説などがある。体長は56から60ミリメートルで、クマゼミより少し小さくミンミンゼミと同程度である。 頭部は胸部より幅が狭く、上から見ると頭部は丸っこい。体は黒褐色コニ色をしていて、全胸の背中には大きな褐色の反転が二つ並ぶ。セミの多くは透明の羽を持つが、アブラゼミの羽は前後とも不透明の褐色をしていて、世界でも珍しい羽全体が不透明のセミである。なお、この羽は羽化の際は不透明の白色をしている。抜け殻は クマゼミと似ているが、一回りほど小さく、全身に艶があり色がやや濃い。また、抜け殻に泥がつかないのも特徴である。日本、朝鮮半島、中国北部に分布する。人里から山地まで幅広く生息し、都市部や果樹園でも多く見ることができる。南西諸島には、アブラゼミと、近縁な琉球アブラゼミが生息する。このセミは、成虫 幼虫ともに湿度の高い環境を好むため、森林部には多いが市街地にはほとんど生息しない。アブラゼミは北海道、本州、四国、九州の広い範囲に生息しており、かつては都心部でも最も多いセミであった。しかし、環境の変化やヒートアイランド現象の進行等を背景に、関東異前の都市や北日本の一部都市では生息数が減少している。 住宅地の民家の庭木から浮かした直後一方、本州日本海側や九州の多くの地域では、アブラゼミが減少しておらず、むしろ優勢な地域が多い。特に、北陸地方では、ほとんどの地域で近年アブラゼミの勢力が著しく、強くなっており、民民ゼミの生息場所は、低山帯に押しやられている。また、口述のように、東京都内でも、 全体的には現在でもアブラゼミが最も多い。このようなセミ類の増減動向は、主にその土地ごとの気候条件によって左右される。札幌では、昭和30年代以頃までは、中心部でも、たくさんの鳴き声が聞かれたが、都市化等を背景に、数が激減し、現在はほとんど全く聞かれなくなっている。また、函館市や青森市、八戸市でも近年は、 油ゼミが非常に少なくなり、市街地で鳴き声が聞かれることは、まずなくなっている。森岡市、仙台市などでも、かなり少なくなっている。油ゼミは、現在に至るまで郊外。一方、同じ北日本でも、日本海側の秋田市や山形県障害地方では、夏の暑さが、比較的、厳しいためか、油ゼミはさほど減少していない。ただ、 山形市は夏の暑さが厳しいものの、アブラゼミの競争相手であるミンミンゼミが市街地で近年急増しているという事情があり、競争に負けたアブラゼミが激減している。このように北日本では地域によってアブラゼミの生息状況に大きな偏りがある。なお、札幌や青森では昔から市街地ではアブラゼミしか生息していなかったので、 平成以降は夏になっても街中では、セミの声が、全くと言って良いほど聞こえなくなっている。ところで、仙台や長野は、気候的にミンミンゼミの生息条件に合っているため、市街地ではアブラゼミを凌がする勢いで増加しており、競争に破れたアブラゼミが大きく、数を減らしている。都市部の温暖化、乾燥化説、編集アブラゼミは、幼虫、成虫とも、 クマゼミやミンミンゼミと比べると、湿度のやや高い環境を好むという仮説がある。実際、都市化の進んだ地域では、ヒートアイランド現象による乾燥化によって、アブラゼミにとっては、非常に生息しにくい環境となっており、乾燥に強い種類のセミが優勢となっている。つまり、東京都心部ではミンミンゼミに、大阪市など、西日本太平洋側の大都市中心部ではクマゼミに、 置き換わっているという説もある。しかしながら、この仮説に一見従わないように思われるデータも多数存在する。例えば、比較的温暖なはずの山口大学キャンパス内で、クマゼミがほとんど発生せず、大多数が、油ゼミという報告がある。また、現在よりも慣例であった100年ほど前の京都で、クマゼミの目撃証言がある。さらに、京都市中心部において、 土壌岩水率とセミ種を調査したところ、全く相関がなく、樹種と相関があるという報告がなされている。一方、大阪市立自然史博物館の調査によれば、大阪市内のクマゼミは主に乾いた土壌から発生し、アブラゼミはやや湿った土壌のみから発生するという、京都市の調査とは、全く異なった結果が示された。これらの調査から、アブラゼミは都市によって異なった。 発生の仕方をしており、その原因は各都市の気候の違いに求められるという仮説が導き出されたのである。また、油ゼミは気温のみならず、湿度からも多大な影響を受ける。例えば、年間にわたって湿度が比較的高い九州南部よりも、瀬戸内地方の都市部や静岡県の市街地の方が油ゼミの減少ペースが早い。特に、静岡県では、 冬の激しい乾燥が大きな原因となっていると見られる。この現状を考慮した場合、上述の仮説は正しいということになるが、それを明確に立証する研究結果はまだ出ていない。なお、これらは一部の地域の話であり、都内23区や都市部の市街地でもアブラゼミが最も多く生息している場所が現在でも多い。特に夏場の高温で知られる。 埼玉県内は全く減少しておらず、アブラゼミを見る機会が最も多い。東京都内でも全体的にはアブラゼミが最も多い。野鳥の捕食説、編集本種が都市で減少した直接の要因として野鳥による捕食が重要であることがアメリカ昆虫学会誌に報告されている。アブラゼミ成虫の天敵は主に野鳥であるが、都市での捕食圧は極めて高く、 ほとんどのアブラゼミが捕食される。逆にクマゼミへの捕食圧は都市では低くなる。この差はそれぞれのセミが天敵から逃げる方法による。天敵に気づいたアブラゼミは周辺の樹木に隠れるので都市など樹木があらな環境では隠れるのに手間取り捕食されやすくなるがクマゼミは木に隠れず飛んで逃げるので周囲の空間が開けているほど効率が良くなるためである。 常日のように、都市部においては、湿ったところにアブラゼミ、乾いたところにクマゼミがいるとの説が唱えられている。これに対し京都西安高等学校教諭、米沢信道と生物部の生徒は10年間の調査を行い、アブラゼミ、クマゼミはそれぞれこの向き、嫌いな木があり、間質によって決まるものではないと解明された。ただし、 この研究結果はあくまで、京都市街地のみの研究結果に過ぎず、大阪市内では上日の通り異なった結果が出ている、ことに注意を要する。成虫は桜、梨、リンゴなど、バラカジ木に多い。成虫も幼虫もこれらの木に興奮を差し込んで樹液を吸う。そのため、梨やリンゴについては、害虫として扱われることもある。成虫は7月から9月上旬くらいまで多く。 発生するが、10月や11月でもたまに鳴き声が聞こえることがある。オスがよく鳴くのは、午後の日が傾いてきた時間帯から日没後の白明までの時間帯である。鳴き声は、ジーと鳴き始めた後、じじじじーとも、じりじりじりとも聞こえる大声が15から20秒ほど続き、じじじじじーと、尻すぼみで鳴き終わる。単調で、 抑揚のあるニーニーゼミと識別できる。この鳴き声は昼下がりの暑さを増幅するような響きがあり、油で揚げるようなという形容を使われることが多い。油ゼミという和名もここに由来する。このセミは夜泣きをすることで有名である。もともとこのセミは薄暗く湿度の比較的高い、時間帯を好むため、最も盛んに発生活動をするのが有告時である。 深夜の発生活動は、その延長であるが、生息密度がある程度高い時期にしか普通は泣かない。また、クマゼミ、ミンミンゼミ、エゾゼミも、生息密度が高い時期は夜中に泣いていることも多い。しかし、これらのセミと比較してもアブラゼミは特に夜泣きをしやすい。セミであるため、少しでも、生息密度が高くなれば、すぐに夜泣きをする傾向がある。 琉球アブラゼミグラッペタープソルトリアバイマキアラタ、加藤、1925成虫の体長は53から66ミリメートル。全胸の褐色部がアブラゼミより広く、公共部も褐色である。奄美大島、カケロマ島、受島、アタエロ島、徳之島、之島沖縄本島、トカ敷島、久米島に分布する。オスは、ジュクジュクジーという数秒ほどの鳴き声を、 繰り返す。ジュクジュクジュクと声を大きくしながら泣き始めるが、じーっと突然泣きあんでしまうように泣き終わる。アブラゼミとはかなり異なった泣き声である。沖縄本島では森林、低山帯ではごく普通に生息するが、市街地では生息数が少ない。西日本太平洋側におけるアブラゼミの生息状況とよく似ている。ありがとうございます。